どうも、イジです。今回はセゾンパールアメリカンエキスプレスカードのメリット、デメリット、5選といったテーマでお話ししていきます。1つ目、永久不滅ポイント。結論から言うと、ポイント有効期限がない永久不滅ポイントがメリットになります。通常、クレジットカードのポイント有効期限は2年間としています。長くても4年間です。比べて、セゾンパールアメックスは無期限です。つまり、ポイントを失うことがありません。基本還元率は1000円のお買い物につき、1ポイントのセゾン永久不滅ポイントが貯まります。ポイントの価値は1ポイント5円相当になります。よって通常還元率は 0.5% です。そんな永久不滅ポイントの貯め方などを5つに分けてご紹介していきます。セゾンポイントモール。セゾンポイントモールを経由してショッピングすると最大でポイント30倍還元されます。やり方は簡単で、ログインして買いたい商品があるサイトを選択して、このショップを利用するをタップしてお買い物をする。これだけでポイントがもらえます。おすすめのショッピングサイトを3つ紹介すると、1つ目、 Amazon で最大2倍、2つ目、成城石井で12倍、3つ目、ノートンストアで30倍です。つまり最大ポイント30倍にできるサイトでもあります。ボーナスポイントパートナーズ。ボーナスポイントパートナーズという提携店で決済しましょう。最大で合計 5% の還元率を受けられます。レストランやホテルの宿泊、お買い物などの利用で効率よくポイントを貯めることができます。固定費。セゾンパールアメックスに限らず、セゾンカードは固定費の支払いに使えます。電気代やガス代などの公共料金など、セゾンカードで決済してポイントを貯めることができます。海外で利用。海外旅行や海外出張時にセゾンパールアメックスでお買い物をするとポイントが2倍になります。1000円につき2ポイントです。通常ポイントは1000円のお買い物につき1ポイントです。それが2倍なので2ポイントになり、還元率は 1% になります。以上4つのことをまとめると、1つ目、セゾンポイントモールを経由してお買い物、2つ目、ボーナスポイントパートナーズの活用、3つ目、固定費の支払い、4つ目、海外で利用。これで永久不滅ポイントを効率よく貯めることができます。5つ目、ポイント交換。貯まったポイントは様々な商品に交換することができます。例えば、おすすめのポイント交換先として Amazon ギフト券、 D ポイント、スカイラーク優待券をおすすめします。この3つは200ポイントから交換できて、かつ交換手数料が無料になっています。他にもナナコポイントやポンタポイント、 T ポイントにも交換できます。しかし、ポイントを移行するには10日で交換できません。つまり手数料がかかってしまいます。この3つに交換すれば200ポイントを1000円分のポイントに交換できます。永久不滅ポイントは1ポイント5円相当なので、効果で交換できるということです。よって使い勝手がいいこの3つをおすすめします。さらに声優ショッピングカートにも交換が可能です。こちらは声優やリビン、サニーでも使えます。しかし、交換するには手数料が発生します。よってポイントが消滅しない永久不滅ポイントがメリットになります。2つ目、声優で 5% オフ。結論から言うと、声優でお買い物をすると 5% 優待割引になります。よく声優を利用する方にとってはこれだけでもメリットがあります。3つに分けて詳細を見ていきましょう。割引日、優待割引が適用される日は毎月第1土曜日と第3土曜日、特別開催日です。最低でも月3回は開催されるということを覚えておきましょう。対象店舗、声優以外にリビン、サニーでも同様に 5% 割引になります。対象外商品、種類など一部割引除外品があります。楽天声優ネットスーパーは割引対象外です。つまり、声優で 5% オフ、永久不滅ポイントで 0.5% つくので、実質合計 5.5% 還元を実現しています。よく声優を利用する方であれば、これだけでカードを持つメリットがあります。3つ目、優待サービス。結論から言うと、優待サービスがかなり充実しています。こちらは厳選して9つに分けて解説いたします。休暇村、リゾート休暇村で割引が適用されます。セゾンパールアメックス決済で宿泊料金1泊2食付きが 10% オフになります。大自然に囲まれながら素敵なひとときを過ごしてください。優待のあるお店、優待店舗、施設を掲載しているポータルサイトで割引されます。優待数はなんと1万箇所以上です。セゾンカードプラス UC カード会員が利用できる限定サイトでもあります。例えば、星野リゾート、リゾナーレナスで最大 50% オフなどの特典がついています。ルクサの優待、有名レストランや豪華クルージング体験までの贅沢体験ができます。衝撃的なのが割引率です。なんと最大 90% オフになります。さらに、新規登録で500円分のギフト券をもらうことができます。手荷物宅配サービス、スーツケースなどの手荷物配送を会員特典で利用できます。家族カード会員も同様です。コート預かりサービス、海外旅行先で大きな荷物になってしまうコートを預かってくれる優待サービスです。家族カード会員、同伴者も優待料金で利用できます。海外用 Wi-Fi、 携帯電話レンタルサービス、海外で使う Wi-Fi を会員特典付きで利用できます。オンラインプロテクション、不正利用による損害を
保証します。保証はカード発行会社であるフレディセゾンの提供です。ハーツレンタカー。ハーツレンタカーは世界145カ国、1万200以上の拠点を持っています。圧倒的な店舗数があります。さらに、優待割引率は 5% から 20% オフです。お得に車をレンタルできるところが特徴です。特買、入会で映画チケットはいつでも1300円になる特典です。レンタカーは最大 50% オフ、カラオケは最大 30% オフなど、約140万件以上の特典を最安値保証で利用できます。以上、優待サービスをまとめると、旅行時に活用できる特典が非常に豊富です。その他、宅配ネットクリーニング、リネットでクリーニング代金 55% オフ、リラクゼーションサロン、リフレーヌの入会金が無料の優待、美容室アッシュグループで最大 50% オフのカード会員特別優待など、日常生活から美容まで優待サービスが盛りだくさんです。よって優待サービスがメリットになります。4つ目、アメリカンエクスプレスコネクト。結論から言うと、会員限定で優待やキャンペーンを受けることができます。一つ事例を紹介していきます。ショップスモールアメックス、セゾンパールアメックスで決済すると 30% キャッシュバックされる優待特典です。条件として3つあります。1つ目、事前登録。カード前に事前登録が必要です。2つ目、対象店舗。日本国内の対象店舗のみ、オンライン決済では対象外です。3つ目、セゾンパールアメックスでクレジット決済。これ以外にも第三者機関を経由した決済は対象外。クイックペイなど決済サービスを利用して決済した場合は対象外。こちらが条件です。また期間が限定されています。キャッシュバックの上限は対象カード1枚につき5000円までです。つまり 16,667 円分使えば5000円戻ってくるということです。よってショップスモールアメックスで 30% キャッシュバックされるところがメリットです。他にも会員限定キャンペーンや優待情報など様々に取り揃えています。下の説明欄からチェックしてみてください。5つ目、その他のサービスなど、メリット5000では入りきれなかったサービスです。こちらは4つに分けて解説していきます。カードデザイン。カードデザインがかっこいいです。アメックスのセンチュリオンがアップになっていて綺麗に映えます。セゾンのロゴがそこまで目立っていないので、パッと見アメックスカードに見えます。年会費が実質無料です。初年度が無料で、次年度から通常1100円かかります。しかし年1回以上カードを利用していれば無料になります。加えて ETC カードは発行手数料も無料です。さらに家族カードは4枚まで無料発行できるという太っ腹です。よって年会費が実質無料であるところがメリットです。セブンイレブンで 1.5%、 全国のセブンイレブンにて 1.5% お得にお買い物ができます。 1.5% の内訳は永久不滅ポイント 0.5%、 7個ポイント 1.0%、 合計 1.5% 還元されます。7個ポイントを貯めるには会員サイトであるセゾンネットアンサーに事前登録する必要があります。モバイル決済、スマホ決済との相性が抜群に良いです。 iPhone では Apple Pay、 Android ではお財布携帯搭載の機種でかざすだけで決済できます。以上、セゾンパールアメックスのメリット5000をまとめるとこうなっています。続いてデメリット5000です。1つ目、ポイント還元率。結論から言うと、ポイント還元率は高くありません。還元率は 0.5% なので、クレジットカード全体で見ると標準的です。もうちょっと言うと、年会費無料の楽天カードと比べるとポイント還元率が低い印象があります。さらにポイント還元が1000円につき1ポイントという点は分かりづらいです。よってポイント還元率がデメリットになります。2つ目、永久不滅ポイント。結論から言うと、永久不滅ポイントと題していますが、永久不滅ポイントがなくなる時があります。例えばカードを強制解約されてしまった場合です。永久不滅ポイントが絶滅ポイントになってしまいますので注意してください。よって永久不滅ポイントが失効してしまう例があるといったところがデメリットです。対策として、不正利用したり支払い延滞はしないようにしましょう。最低限のカードマナーを守ってセゾンパールを使うようにしましょう。3つ目、旅行保険。結論から言うと、旅行保険が付帯していません。国内海外旅行ともにです。したがって保険がないところがデメリットです。4つ目、ショッピング保険。結論から言うと、ショッピング保険が付帯していません。セゾンパールアメックスで決済し購入した商品は保証してくれません。よってショッピング保険が付帯していないところがデメリットです。5つ目、空港ラウンジ。結論から言うと、空港ラウンジサービスがありません。こちらも旅行保険と同様に、国内海外ともに空港ラウンジが使えません。しかしメリットで紹介した優待特典を使えば、手荷物宅配サービスやコート預かりサービスを利用できます。よって空港ラウンジサービスが使えないところがデメリットですが、優待特典を使えばある程度のデメリットは解消できます。まとめ、
声優で 5% オフなのでお得にお買い物ができます。さらにポイントがなくならない永久不滅ポイントもメリットがあります。さらに加えて優待サービスも充実しています。またセゾンパールアメックスは上位カードを目指すためのカードでもあります。よってセゾンパールアメックスからセゾンブルー、セゾンブルーからセゾンゴールド、セゾンゴールドからセゾンプラチナへステップアップしていきたい方は使ってみる価値はあるでしょう。さらに新規入会利用キャンペーンもやっております。最大で8000円相当の永久不滅ポイントがもらえます。条件もそこまで厳しくありません。この機会をお機に1枚発行してみてはいかがでしょうか。最後にセゾンパールアメックスの基本カードスペックを載せておきます。参考にしてみてください。以上セゾンパールアメリカンエクスプレスカードのメリットデメリット5選をご紹介いたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私ゆうちは Twitter、Instagram もやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。